はい、皆さんこんにちは、たかまるです。今日はマフラーの編み方を紹介したいと思います。短いタイプでボタンで留めるようにしました。こんな感じですね。サイズなんですけれども、横幅が約13センチ、縦の長さは約78センチになっています。糸もモコモコしていて可愛いですので、よかったら編んでみてください。では材料の紹介をします。動画ではこちらのベージュの方を使っていますので、ベージュの糸から紹介します。ダイソーさんのアムコロという糸です。カラーナンバーは645、三毛猫カラー。材質はポリエステル 100%、 重量は約 40g、 約 18m になっています。棒針を使っていますので、棒針の方の目安は8から10ミリになっています。で、試作の方はこちらの同じアムコロという糸で、カラーナンバーは438ブルーベリーというカラーの、糸を使いました。こちらを2玉、どちらも2玉使っています。あと棒針は8ミリを使用しました。8ミリですね。あとボタンなんですけれども、ボタンは、セリアさんで購入しました。25ミリが4つ入っていました。ウッドボタン透かし彫りとなっています。こちらのボタンを1つ使用しました。あとはハサミ、ボタンを閉じる刺繍針、あとは糸を閉じる閉じ針、以上を使用しました。では一般的な作り目をして編み始めたいと思います。作り目を10目作ります。と、横幅が約12センチなので、30センチほど、糸端を残しておいたところで作り目を作りたいと思います。重ねてキュッと持ってくる。糸端がこちらで、これをこちらが1目目になります。10目作ります。でちょっとゆったりめに、作ってください。これが2、3、4、5、6、7、8、9、次最後ですね、10目できました。そうしましたら、こちら2本の方1本を引き抜いて、こちらが、1段になりますので、次は2段目になります。ここからはメリヤス編みを88段まで編みます。次は裏、2段目なので裏ばかりを10目編みます。で、偶数段の時は裏ばかり、奇数段の時は表ばかりを編んでいきます。それがメリヤス編みですのでね、今2段目です。はい、そうしましたらこれで2段編めましたので、次は、編み地ひっくり返して3段目です。3段目は、表ばかりを10目編みます。で、この繰り返しなんですけれども、編み地の端を、揃えたいので、綺麗にしたいので、表の時だけ編まずにこのままスライドさせてください。で、2目目から普通に編んでください。裏はもう何もせずに普通に裏ばかりを編んでください。表の最初だけ、編まずにそのままスライドさせてもらったら、こちらの端っこが綺麗に整うと思います。ではこのまま、メリヤス編みを88段編みます。では88段まで編んできました。次は89段目になります。ここでボタンホールを作りたいと思います。1目編まずにスライドさせて、これが2目目ですね。2、3、4まで編みましたら、5目と6目のところで、1目減らしたいと思います。またこれを編まずにスライドさせて、こちらは普通に表を編んで、こちらをかぶせます。
でここにかけ目をしてまた表を編みます。こちらの方に、ボタンホールができています。でトータル、96段まで、編んでいこうと思います。では96段まで編んできました。次97段目で伏せ止めで終わりたいと思います。最後こちらは普通に、表を2目編んで少しゆったりめに、伏せた方がいいと思います。ゆったりめに巻いてかぶせる、少しゆったり巻いてかぶせる、これを最後までしていこうと思います。ゆったりかぶせる、こんな感じですね。あとボタンホールはこんな感じに穴の開いている、こちらがボタンホールになります。では最後まで伏せ止めをしたいと思います。はい、では最後まで伏せてきました。最後は、こちらを中に、糸端を中に入れてギューッと絞って、後ろで、糸処理をしてもらったらいいと思います。でこちらがボタンホールまでがそうですね、約6センチぐらいになっていますので、こちらも、下から6センチぐらい、だいたいこの私の場合でしたらこのベージュのところに、ボタンをつけたらいいかなと思います。ではこれでボタンをつけてあとは仕上げたいと思います。